第3コーナーに向かって一直線。果たしてベストマイラーはドローンまでやりましょうか。マイルチャンピオンシップ1600メートル、まずまずのスタートといったところであります。さあ先行争いであります。ビーアストニッシドがかわしていきました。バスラットレオン外から行こうというところ、内から1頭セルバーグ、6番ダノンザキッド、その内からは4番エーヤン、外を通りまして7番エルトンバローズ、それからイルーシブパンサー。まもなく第3コーナーに差し掛かります。内を通ってソウルラッシュ、その後ろでやりましょうか。11番セリフォス、ナミュール、内を通りましてシュネルマイスター、ソーバリアントが並んでいます。ちょっと縦に長い展開になりました。その外に12番レッドモンレーブ、そしてその後ろから3番ダノンスコーピオン、それから10番バテンローリオン、5番ヤスティンカフェ。大歓声が上がる京都競馬場、大歓声が上がる京都競馬場。シュネルマイスター直線の伸び足はどうか。先頭サメシバとバスラットレオン、ソウルラッシュが差を詰めてきた。3番手にソウルラッシュ、バスラットレオンが抜け出した。白い帽子ソウルラッシュ先頭だ。シュネルマイスター届くのかどうか。キャスティンカフェ懸命に追う。これはハンシーレースになりました。1着1番ソウルラッシュ、1番人気のシュネルマイスターが2着。1着1番2着9番3着16番以上のように確定しました。ゲートが開いて飛び出した16頭であります。まずまずのスタートかと思います。先頭に立つのは何か。先頭に立ったのはダノンザキッド、その内からはソウルラッシュ、14番バスラットレオン、外から行こうというところ。ビーアストニッシド早くも2番手に行く構え。セルバーグその後ろでやりましょうか。4番エーヤン、その外からはエルトンバローズ。まもなく第3コーナー、それからセリフォス、その外ラミュール、内から1頭レッドモンレーブ、ソーバリアントが並んでいます。外を通ってイルーシブパンサー、内を通って3番ダノンスコーピオン、1番人気の9番シュネルマイスター、ルメール騎手どのあたりで動くんでしょうか。それから10番バテンローリオン、一番後ろに5番ヤスティンカフェであります。先頭を行くバスラットレオン、一馬身リード。さあ京都競馬場は大歓声であります。シュネルマイスター直線の伸び足はどうか。ソウルラッシュが間から抜け出した。シュネルマイスターが間から突っ込んでくる。外からはエルトンバローズ、これはハンシーレースになりました。外から1頭シュネルマイスター、先頭ルメールとシュネルマイスター、シュネルマイスター1着1番人気に見事応えました。1着9番2着11番3着7番以上のように確定しました。マイルチャンピオンシップ1600メートル、なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして何が行くのでありましょうか。14番バスラットレオンが先頭に立ちました。それからもう1頭セルバーグ、そして3番手に6番ダノンザキッドであります。内を通りましてビーアストニッシド、その後ろでやりましょうか。ソウルラッシュ、4番エーヤン、第3コーナーに向かいます。16頭エルトンバローズ、外から1頭11番セリフォス、そのうちに8番ソーバリアント、そしてその後ろから15番イルーシブパンサー、その外16番ラミュール、そしてそのうちにダノンスコーピオン、そして1番人気のシュネルマイスター。うまくいっているんではないでしょうか。外を通って12番レッドモンレーブ、10番バテンローリオン、場内がドッと来ている。場内がドッと来ています。先頭は13番セルバーグ、ダノンザキッド捉えるか。ダノンザキッドが間から抜け出した。内から懸命にセルバーグ、外から何が来ているのか。シュネルマイスターか。シュネルマイスターが捉えるか。粘った粘った。ダノンザキッド、シュネルマイスターが襲いかかる。ジャスティンカフェも差を詰めてきている。ダノンザキッドかシュネルマイスターか、ほとんど同時。
着6番、2着9番、3着12番以上のように確定しました。ゲートが開いて飛び出した16頭であります。まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。セルバーンが行く構え、そして2番手に14番バスラットリオン、それからリアストニッシド、そのうちにソウルラッシュ、4番エイヤン、ダノンザキッドがその後ろ、それから7番エルトンバローズ、外を通りましてイルーシブパンサー、セリフォス、その後ろでやりましょうか。12番レッドモンレーブ、その外ラミュール、そしてそのうちに8番ソーバリアント、これが一番人気のシュネルマイスターであります。ドキドキしますね本当に。それからダノンスコーピオン、その外にマテンローリオン、内から1頭5番ヤスティンカフェ、先頭は依然としてセルバーグ、そしてその後ろからバスラットリオン。さあ場内が騒然としています。シュネルマイスター直線の伸び足はどうか。さあ抜けました。 A4 3番手にセルバーグ、外から何が来ているのか。シュネルマイスターか、シュネルマイスター、ようやく来た、やっぱり来たという感じ。セリフォスがかわした外、シュネルマイスターが来ている。セリフォス1着マイルチャンピオンシップ、勝ったのは11番セリフォスだ。いい感じですね。1着11番、2着、9番、3着、4番以上のように確定しました。マイルチャンピオンシップ1600m、なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして先頭に行くのは。ダノンザキッドがかわしていきました。14番バスラットリオン、外から行こうというところ。セルバーグ2番手を伺おうというところ。そしてその後ろからソウルラッシュ、リアストニッシド、4番エイヤン、ほとんど馬体が合っています。そして外からは7番エルトンバローズ、11番クリゲの馬体セリフォス、そのうちに9番シュネルマイスター、イルーシブパンサー、レッドモンデーブがその後ろ、ラミュールが上がってまいりました。3番ダノンスコーピオン、その外に8番ソーバリアント、この辺りちょっと離れている10番バテンローリオン、そしてしんがりからヤスティンカフェであります。バスラットリオンが先頭です。13番セルバーグ、京都のスタンドが揺れています。先頭行くのは14番バスラットレオン、ソウルラッシュ懸命に追う。シュネルマイスターが差を詰めてきた。さあ抜けました A4 が抜け出した。ソーバリアント懸命に追う。ソーバリアントが差を詰めてきた。これは激しいレースになりました。外ソーバリアントが来ている。外をついてソーバリアントが来ている。どっちだどっちだ。セリフォスか A4 か、ほとんど同時です。1着11番、2着4番、3着9番以上のように確定しました。マイルチャンピオンシップ16頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして先頭に行くのは。リアストニッシドが上がってまいりました。それからもう1頭1番ソウルラッシュ、その外スーッとセルバーンが上がっていきました。それからバスラットリオン、そしてその後ろから6番ダノンザキッド、内を通って4番エイヤン。さあ第3コーナーに差し掛かります。外を通って7番エルトンバローズ、15番イルーシブパンサー、11番クリゲの馬体セリフォス、そしてその外にレッドモンレーブ、ラミュールがその後ろ。 800m 通過タイムは48秒台、淡々としたペースです。その後ろでやりましょうか。ソーバリアント、外から1頭シュネルマイスター、10番バテンローリオン、内から1頭ダノンスコーピオン。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線。先頭行く白い帽子はソウルラッシュ、怖い馬が来た。9番シュネルマイスターだ。ムチが飛んだ。ルメールとシュネルマイスター、ソウルラッシュが抜け出した。捉えた、かわした。セリフォス、これは激しいレースになりました。外からシュネルマイスター突っ込んできた。シュネルマイスター2頭火花が散る。負けられない。川田優が譲れない。ルメール非常に際どくなりました。当然の結果ですね。1着9番、2着11番、3着4番以上のように確定しました。マイルチャンピオンシップ16頭スタートを切りました。
まずまずのスタートといったところであります。さあ何が行くのか。14番バスラットリオンが先頭に立ちました。そして内からはセルバーグ、それからもう一頭2番ビーアストニッシド、そしてその後ろからソウルラッシュ、それからエイアンダノンザキッドが並んでいます。そしてその外に7番エルトンバローズ、15番イルーシブパンサー、内を通りましてセリフォス、外から1頭レッドモンレーブ、そしてそのうちにソーバリアント、3番ダノンスコーピオン、16番ラミュール、バテンローリオン、これと一緒にシュネルマイスター、一番後ろにジャスティンカフェであります。先頭はバスラットリオン、リードはわずか、内から1頭セルバーグ、そして3番手にビーアストニッシドであります。さあ京都競馬場のスタンドから大歓声が上がります。先頭行くオレンジの帽子はバスラットレオン、内から懸命にセルバーグ、怖い馬が来た、9番シュネルマイスターだ、エイアン一気に抜けた、外をついてシュネルマイスターが来ている、ムチが飛んでいるシュネルマイスター、これは激しいレースになりました。シュネルマイスターが襲いかかる、シュネルマイスター1着、マイルチャンピオンシップ勝ったのは9番シュネルマイスターだ。当然の結果ですね。1着9番、2着4番、3着11番以上のように確定しました。熱く熱く込み上げる